日田市中津江村の森で植樹を行ったのは、ラインヤフーと田島産業です。両社は、企業がやむを得ず排出してしまう CO2 などの温室効果ガスについて、森林が吸収した量を購入することで埋め合わせるカーボンオフセットの契約を結んでいます。ラインヤフーは、田島産業が所有する森林の CO2 吸収量を年1500トン、10年間購入し、この収益で田島産業は森林の整備を行います。なんか幹は特にないですかね。違う上とか CO2 も含め、経済も含めこう成り立つようにうまく回せていけるような形に方向が向いてくるととてもいいなと思うんですけどね。できるだけ広いいろんな会社がですね、こういう環境に対して気遣っていただくような、そういう世の中になってくれたら嬉しいなと思います。両社はより豊かな森林の育成を目指していて、今日の植樹はその取り組みの一環で行われました。コナラやエノキなど合わせて100本の苗木を植えたということです。